How you doing, everybody? Welcome back to the channel, and we are going to continue on our next session of Chaos Child. This is where things get a little bit interesting. 21, okay, 21, next. This is probably a little downtime with the family from the last session. You two and Yui come here and almost the exact same time I had. 一緒に暮らし始めた頃はどうなるかと思ったけど。Caused them severe psychological trauma. Yeah. Opening up to one another during dinner time, yeah. Yeah, what about me? A good question. はい、そろそろいいわよ。それじゃあ、いただきまーす。いただきまーす。おほー、すき焼きなんて久しぶりじゃねえか。何言ってるの、先月もやったじゃない。あのなあ、あれは鶏肉だっただろう。牛肉じゃないとすき焼きとは言わねえんだ。いや、焼き means meat, right?そんな贅沢をする余裕、うちにはありません。誰かさんが困ってる人から治療費なんか取れるかとか言っちゃうから。ま、別にいいんだけど。そういう言い方はねえだろう。もっと尊敬しろ、尊敬。はいはい。ほら、タクル、お椀貸しなさい。よそってあげるから。I just realized that his button is listed in the color inside or outside. Button covered? I thought he was wearing a necktie.いいよ。ダメ。あなた最近ちゃんと食事してなかったんでしょ？遠慮なんてしないの。あ。はい。ちゃんと食べるのよ。ああ。お肉あるから、はい。もういいって。何？ナノ姉のお肉は食べられても
私のは食べられないっていうわけ？お前、酔っ払いのおっさんかよ。おい、ちょっと待てお前ら、もう肉ないじゃねえか。こういうのは早い者勝ちだっていつも父さん言ってるじゃん。言ってるじゃん。だからもうちょっと尊敬をだな。よし、これやい。タクル、ユウト、お肉のおかわりまだ冷蔵庫にあるからね。たくさん食べて。おいくら？父さんは少し痩せないとダメでしょ。野菜食べなさい、野菜。俺はお前をそんな娘に育てた覚えはないんだがな。覚えがなくても育っちゃったんだから諦めて。タクル兄？タクル兄ってば。え？あ、何？お茶いるの？いらないの？さっきから聞いてるのに全然答えてくれないんだもん。ああ、ごめん。そいつのことだ。どうせまた難しいへりくつでもこねくり回してたんだろう。へりくつってなんだよ。僕はいつも理路整然と正しい思考。はい、ストップ。そんなこといいから、お茶は。ああ、できればマウンテンビューを。うちには置いてません。ほら、言うか。Do you think this is a convenience store or something? ん？ユウトったらどうしたの？ニコニコして。うん。やっぱり、みんな揃ってた方が楽しいなって。のの姉ちゃんだってすっごく嬉しそうだよ。そう？そうね。そうかもね。Oh, here we go. Here we go. Something things go way out of control. Gonna be able to use it, deck or defense. Kso, more one time.
ばして剣のイメージを固定化って、あっくそ。来る？入るわよ。あ、ちょ、待っ、ああ。I had my hands stretched out like a TV hero in the middle of his transformation.違うんだ。ユートに新しいヒーローの変身ポーズをだな。ユートはもう卒業したわよ、そういうの。ああ、そうだっけ。もし自分が本物のヒーローになれると思ってるなら、やめておきなさい。そんなこと思ってないよ。僕いくつだと。いくつになっても子供なんだから、タクルは。タクル、ちょっとそこに座って。いや、これから風呂に入ろうかな、と。いいから座りましょうね。あ、はい。タクル。これは別にやましいことをするための訓練じゃない。能力のせいで狙われているのに、そうやってむやみに使おうとするのは逆だよ。もっとちゃんと使えるようになれば自分の身も守れるし、もしもの時は新聞部や青葉寮のみんなのことだって助けられる。だからそういうのは警察の仕事でしょ。今回の事件、いざって時に警察に何かできるとは思えない。けど。クルスこそよく口にするじゃないか。僕らのことを守るとかなんとか。でも、能力者が襲ってきたらどうするつもりなんだ？それは。ほら見ろ。やっぱり僕が能力を磨くしかないんだよ。
ねえタクル、私はあなたのことをずっと見てきたわ。だからわかるの、あなたがこの先何を考えるか。この先？タクルはね、必ず自分を危険にさらすようなことをする。例えば、自分の力で犯人を捕まえてやろうとか。なんだよ。能力者でもないくせに、余地か。いつも言ってるでしょ。能力なんかなくてもね、タクルの行動は簡単に読めちゃうって。とにかくお願い。自分の身を守ることだけ考えて。ねえ、タクル。It's a contradicting. He still needs to learn how to use it to protect himself. You're telling him not to do it by forcing him to actually do it. お願い。ああ。じゃあ、約束の指切りね。ええ。Now that's a little childish, isn't it? Yeah.Well, nothing embarrassing about it, it's just that it is a little childish. 嘘ついたら、針を千本飲ますどころじゃ済まさないから。Yeah. I think this is like a Japanese old saying, too. It's always there. I need to know more about this stuff. When does it start? Heck is this?出なくていいのか？今はあなたと話をしているところでしょ？でも事件に関係あることかもしれないし。新庄さんだわ。伊藤。もしもし、クルスです。はい。はい。ええ。いいえ、来てません。大体、この家を知らないはずですし。え？タクルが？山添さんって子、知ってるわよね？山添？おう、ウキ。ああ。例の病院の地下室から助け出した子だよ。その子がね、行方不明なんですって。え？タクルが連れ出したりしてないかって。そんなわけないだろ。今日はクルスたちとずっと一緒だったじゃないか。そうよね。ちょっと貸してくれ。新庄さんと話したい。新
change again. Location office multi-purpose building Sakura Gao Kacho. I will suggest that I can find the army will consider. あの子がいなくなったって、誘拐されたんですか？警察がついててどうして？いや、電話でも言ったけど、そうじゃなくて。竹内新庄。We have almost the same name as, with Ito. Similar. でも彼女がいなくなったのは事実ですよね。ちょっとタクル、やめて、どうしたの？ああ、悪い。Remind me a little too much, as I remember it. Oh, oh yeah. This name keeps popping up. When are we going to see her, actually?とにかく誘拐とかそういうんじゃないんだ。いきなり姿が見えなくなってしまって。だからそれが誘拐されたってことじゃ。それはないわ。だってこの部屋には私と新庄ちゃん、それに美穂ちゃんの3人が一緒にいたんだもの。彼女をソファーに座らせて、俺たちはこっちで話をしてたんだよ。で、ふとソファーを見たら、彼女がいなくなっていた。トイレとかじゃないんですか？真っ先に探したよ。でもどこにもいなくてね。それどころか窓やドアすら開けた形跡がない。考えられることは一つだ。彼女はギガロマニアックスだからな。能力を使って自分で出て行ったんだろう。Or maybe someone else is using her. You guys remember the hospital?Using an ability and just grab her. Remember the hospital? Like, it just, everything just disappeared. 能力 テレポーテーションとか、そういう。よくわからない。わからないって。ああ、彼女俺たちの質問にほとんど応じる様子がなくてね。能力に関しては久野里さんが探ろうとしたんだが無駄だった。そもそも瞬間移動だとすれば、とうの昔にここを抜け出していたはずだ。だがあいつはそうしなかった。ただ、ウキ君は少し特殊なようだ。今回はそれにやられたらしい。特殊？私ね、少し前から考えていたのよ。ウキちゃんを一度どこかの児童養護施設に預けた方がいいかもしれないって。それで、さっき新庄ちゃんと美穂ちゃんに提案したら、心よく OK をもらって。俺は OK なんか出してませんよ。私もです。
ちょっと黙っててちょうだい。こんがらがっちゃうから。とにかく OK をもらったの。それで私はウキちゃんを連れて駐車場に降りて車に乗せようとしたわけ。知り合いの施設に相談してみようって。じゃあ彼女を連れ出したのは百瀬さんじゃないですか。という夢を見たんだそうだ。は？夢？違うわ。あれは絶対にあったことよ。だってウキちゃんの手の感触とか車のエンジンをかけた感覚とか全部リアルに残ってるもの。けどウキ君を自動車に乗せようとした途端我に返ったんですよね。そしたら百瀬さんは事務所の中にいて俺たちと話をしている最中だった。ええ、そうなの。俺たちは児童養護施設の話なんて提案されてないし、ウキ君と百瀬さんがここから出ていくのも見ていません。百瀬さんとはここでずっと話をしていただけです。間違いありません。なのに、ウキ君は部屋からいきなり消えた。あの、どういうことですか？よくわかりません。多分それが、山添ユキの能力なんだろう。彼女を捕獲したら、改めて調べてみよう。ウキ君の行き先ですけど、宮代君たちが知らないとなると、あとは、あそこしか考えられないですね。私も今、そう思ってたところ。もしそうだとすれば、少しばかり骨が折れるな。どこなんですか、それ。Yeah, I was wondering that.What do you mean by that? 君もよく知ってるところだよ。あの子の元の家だ。え？まさか、そんな。ううん。ふきちゃんたらね、あそこへ返してくれの一点張りだったのよ。あんな地獄みたいな場所に、一体なんで？さてな、とにかく厄介なことになる前に取り戻さないとな。タクル、ねえタクル。し、見つかったらどうするんだよ。Okay. Well, they went back to the hospital.新庄さんたちに任せないとダメよ。私たちみたいな素人が出しゃばったりしたら。それじゃダメなんだ。山添雨季って子は僕が見つけて青葉寮へ連れて帰る。え？どうして？彼女、今の久野里さんには渡せない。タクル？
the name one they're gonna pick, huh? あの子は苦しい実験から解放されて、やっと地下から出られたっていうのに。もしここであの子を見放したら、また同じことの繰り返しだ。またこの場所で誰かを見捨てることになってしまう。昔僕はクルスの親友だった南沢千里を見捨てて逃げた。それを今でも後悔してる。 あの山添って子も実験の犠牲者だ。だから今度こそ僕は助けたい。 Yeah. そんなことくらいで南沢千里が許してくれるとは思わないけど、でも助けたいんだ。He's doing it because of your friend. Your best friend. タクル、あのね。え？本当は、千里は。彼女のこと、何か知ってるのか？おい、クルス！ごめんなさい。気が動転してしまって。千里はね、渋谷地震で死んだの。あなたのせいじゃないわ。絶対に違う。クルス。だから、タクルが責任を感じ続ける必要なんてないの。忘れていいのよ。ね。今、クルスは何を言いかけて、何を言いやめたんだろう。来た。クルス、向こうが動いた。大丈夫か？行けるか？え？ああ、うん。ごめんね。ちょっと千里を思い出しちゃって。でも、もう平気よ。本当はここで待っててもらいたいんだけど。何言ってるの？あなたのことを心配しながら待ってるなんて、こっちからお断りよ。だと思った。あそこから入るつもりだな。やっぱりもっと訓練しとくんだった。落ち着け。大丈夫だ。落ち着け。
見えた。This looks like part of his glasses too. クルス、ちょっと脳を使わせてもらうな。どうぞ。っていうのもなんか変だけど。Yeah, it does sound weird, no? It does sound weird. あ、悪い。調子に乗らないの。これだから私がついてないとダメなのよ。今だ。すまない。ちょっと早かった。ううん。こっちこそごめん。もっと運動が得意ならよかったんだけど。鍵、開けられるの？多分。クルス、もう一回。いや、何回かやるよ。悪いけど。構わないわ。そのために来てるんだから。Yeah, last time, yes, of course he can't do it on his own. He was with Zilika when all this happened the first time, when we didn't even realize it. It just looked spooky.大丈夫か？ うん。実は、ちょっと閉所恐怖症がね。でも、平気。気にしないで。平気って、すごい汗だぞ。まさか、傷が痛むのか？おい、クルス。平気だから。ほら、急ぎましょう。ああ。もうちょっとだ。あと少しで例の部屋だから、我慢してくれ。ええ。Yeah, she's here. Takuru.
今まで。よく頑張ったね。でももういいの。だから、お家へ帰ろう。ね。大丈夫？変わりましょうか、タクル。He's piggybagging. いいよ。もう目の前だから。Man, you really need to work out, bro. だから変わるって言ったのに。Nah, he doesn't want to. 運動音痴に任せたら落っことすかもしれないだろ。Nah, you're just recovering from an injury, so pretty dangerous to carry something that heavy as a human being, even though he's a child. 失礼ね。そこまで言われるほどひどくないわ。それに。タクルよりマシだと思うんですけど。はいはい、わかったよ。その子のこと、父さんに。あ、うん、そうね。この子の家族は一体どうしたんだろう。Yeah. 本当の家は、学校は。Well, maybe one of those two, one or two of those patients were actually her family. That's why she's so insisted of going back there and helping them. Yeah, definitely.父さん、今上がってくるって。うん。この子、捜索願いとか出てないのかしら。Yeah, if there is, it's probably being covered up by someone. 新庄さんの話だと。今のところ該当するデータはないって。そう。やっぱり渋谷地震のせいかもしれないな。
わかってるのは名前だけか。せめて手がかりでも持っていればいいんだけど。ののね、タクル兄？何かあったの？し、え？まだ寝てなかったの？二人とも。寝ようと思ってたら、のの姉たちの声が聞こえたから。大丈夫？また喧嘩とかしてない？大丈夫よ。私たち喧嘩なんてしてないから。本当？だったらいいんだけど。ウキちゃん？Yeah, she knows her. Good. え？どうして、ウキちゃんがここに？ユイ、知ってるの？この子のこと。Well, obviously. うん、多分。あ、でも待って、そんなはず。私の勘違いかも。いや、勘違いじゃない。確かにこの子はウキって名前で。だって、おかしいよ。昔のままの姿なんて。そんなの絶対に変。昔のままって？ウキちゃん、私のクラスメートだったんだよ。小学校2年の時の。Okay. Everyone seems to be connected. もう一度整理するぞ。名前は山添雨季。年齢はユイと一緒だから13もしくは14歳。うん。小学校2年の時に、ユイと同じクラスだった。だが、渋谷地震の少し前から学校に来なくなり、その後どうなったかは、ユイも知らない。そう。Obviously. で、彼女はその頃、つまり、6年前と見た目が全く変わってない、とユイは言うんだな。うん、絶対に変わってないと思う。一応証拠も見つけてきたんだ。これ。どう思うよ、タクル。It's confusing, but...She hasn't aged at all. 他人の空にっていう感じじゃないの。It is her, it's just that she hasn't aged. ウキちゃん本人だよね、やっぱり。となると、成長ホルモンの異常かな。Growth hormone, okay, that.Can actually explain a lot, but みんな、ウキちゃんが起きたわよ。本当？おう、連れてきてくれ。
ちょっと父さん？ん？おうじゃないわ。ウキちゃんの前でそんな声出しちゃダメよ。もっと優しく。これで普通の声なんだかな。いいから優しくする。はい。ウキちゃん、さ、入って。ウキちゃん、おはよう。わからないよね。6年前の私しか知らないもんね。うん。ほら、これ私だよ。立花ゆい、覚えてる？立花ゆいさん。思い出してくれた？はい。お久しぶりです。もう、同級生なんだから、敬語とかやめてよ。でも。うん、決まりだな。そうだね。けどすごいよ。まさか本当にユキちゃんだったなんて。ユキちゃん、ちょっと話いいかい？何か遺伝的な病気とか言われたことは？成長が止まってしまうとか。その、よくわかりません。すみません。じゃあ、君の背が伸びなくなったのはいつか覚えているかな？ユイと同じクラスだった頃はどうだい？すみません。それもわかりません。でも、私、地震があってから、なんか変になって。そうか。あの地震の後だね。はい。はあ、やっぱり PTSD で成長ホルモンが、いや、あるいはターナー症候群みたいな染色体異常って可能性もあるが。ターナー症候群？こればっかりは、しかるべきところでちゃんと検査をしなきゃわからんな。ゆうと、そろそろ行かないと学校遅刻するわよ。そうだよ、ゆう。大丈夫、すぐ行くよ。これ、あげる。
がとうございます。こら、ユウ、ウキちゃんは年上なんだよ。そういう言い方はダメでしょ。年上？ふふ、どうしたの、ウキちゃん。はい、なんだか不思議な気分です。こういうことに慣れていないので。こういうことって？こうして家族が集まってみんなでお話ししたりです。君の家族はどうしたんだ？私が小さい時に私を先生たちのところに置いて行ってしまいました。君はそれからずっとあの地下施設に？はい。どうして、その、逃げなかったんだ？お母さんに、どこにも行くなと言われたので。そんなの、ひどい。この子は、僕と同じだ。君はあそこで実験の被害者。いや、みんなの世話をしていたけど、それはなぜ？地震のせいです。ん？地震で先生たちは病院からいなくなってしまいました。皆さんのお世話をしていた看護の人たちもです。だから、代わりに私がお世話をするようにと、病院から言われて。学校はどうしたんだい？君が今着ているのは、碧峰学園の制服だろ？年齢から考えて、中等部に在籍してると思うんだが。碧峰学園？私たちが通ってる学校よ。ウキちゃんは、うちの生徒なのよね。うん。これ、お友達が着てたものです。友達？はじめ、地下で皆さんのお世話をしていたのは、私だけじゃなくて、もう一人、同じ年くらいのお友達がいました。時々この服を着ていて、私、可愛いねってずっと言ってたんです。センリー gave it to her. ああ。もしかしてその子、君と違って外から通ってきてた？はい。なるほど。碧峰の生徒だったのはそっちの子か。彼女、最初は私と一緒にお仕事をしてたんですけど、だんだん具合が悪そうになって、お休みも多くなってきて、そしたらある日、これをプレゼントしてくれたんです。自分にはもう必要ないから、代わりに大切に来てねって。だから、このお洋服は私の大事な宝物です。いつも綺麗にして着ています。
それじゃあ、君が老人を連れて外を。タクル。一度にいろいろ聞くのはやめましょう。あ。ウキちゃん、辛いこともいっぱいあると思うし、また夜にでもね。そうだよな。それに、朝ごはんだってまだだものね。お腹空いたでしょ？いえ、私はそんな。OK。父さんもそれでいいかしら。ああ。なあ、ウキちゃん。このお姉ちゃんはちょっと辛いが、飯だけはうまい。上で食べてくるといい。父さん？あ、これチョコレート、もう一個あげる。ありがとうございます。Okay. Alright, light, nice time. I need to put room. じゃあ、あの山添雨季って子、今青葉寮にいるのか？ああ、この先どうなるかわからないけど、なんとかしてやりたいとは思ってるんだ。けどまさかユイちゃんの同級生とはな。うん、驚いた。でもまあよかったんじゃねえの？よかったって？ユイちゃん喜んでたんだろ？ああ、そういうことか。確かに。Yeah, she finally has someone her age. ん？何がおかしいんだよ。いや、お前、口ではなんだかんだ言いながら、結構大事にしてるからな。今の家族のこと。うん。そんなんじゃないって。照れるなって。お前にとってもいいことなんじゃねえの？そういう存在がいるってことは。僕は別に照れてなんか。っていうか、そんなことどうでもいいんだよ。ほら、早く部室行こう。Okay. Alright. Then, we're gonna end this video right here. Because they're probably gonna be discussing a lot more stuff afterwards. So let's save this.To this one. Anyway, thank you for watching. And, well, so far we have a little bit of information on where this girl is about. And, we're gonna find out more on the next session. And again, be sure to like, comment, and subscribe if you haven't yet. And we'll see you again on the next session, alright? Take care, bye-bye.